コミックシーモア、いいの見つけた。私も。業界最大級の作品数は100万冊。星の数ほど出会いがある。つまり業界最大級の出会い。さっき言っちゃった。100万冊は業界最大級。コミックシーモア。まあ、100万冊結構あの同志郎が多いんで、はい、こういうふうにケンコバさんのスプレーカットが印象に残るって聞いてますね。実は僕もそう聞いてますだからあなたの見たい漫画が見つかる。ありがとう。おはようございます。おはようございます。ちょっと上の方でリフトに乗って漫画を探してる状態がいい。はい、で、リモート役の中条あやさんです。よろしくお願いします。よはい、いいの見つけた。私も。業界最大級の作品数は100万冊。星の数ほど出会いがある。ありがとう。つまり業界最大級の出会い。キレッ、めっちゃキレッ。よかった。この感じ OK です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。つまり業界最大級の出会い。先行っちゃう。つまり業界最大級の出会い。さっき言っちゃった。キレイ。うわあ、おじゃん。なんと100万さ。あの最新作も、この名作も、会員登録で毎日お得なクーポンも、毎日お得なクーポンも70% オフ。70% オフ。皆さんありがとうございます。頑張ってください。お先に失礼いたします。あなたはさあ、コミックシーモアチェック。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。セットはほぼフル CG なのであのまだイメージできないというか、マイコンテでチラッと見たんですけど、ちょっとこれ仕上がりが今回もちょっとどうなるのかっていうのが、まあ今楽しみっていう感じですかね。何にもないところにめちゃくちゃ綺麗みたいなセリフしか言ってないんですよ。言ってましたね。はい、渾身のセリフ言いましたけど、ちょっとまだイメージができてないので、まあ、楽しみという感じですね。そのイメージを膨らませながら撮影するのはちょっといつもと違って楽しいなって思うんですけど、あのいつも通り和気あいあいと撮影しながら、はい、素晴らしい笑顔でしたもんね。素晴らしい笑顔 で、ね、うん、満天の星空みたいなのが見える設定だと思うんですけど、僕たちの見つめていたものは無機質な布でしたからね。だから目の奥見ないでほしいですね。確かに輝きが。あやめさんがね、ちょっと太りたい。本当ピュアに俺にどうやったら太れるんですかって聞いてきたんでね。まっすぐな目で聞いてましたね。まっすぐな目で。はい、ええ、そんなことない。アドバイスしときました。カツ丼食えと。ちゃんと お二人に聞いたつもりだったんですけど、はい、目線も多分こっちに行っちゃってたのかなとは思うんですけど。なんで、なんでですか？ちょっとなんでかちょっとわからないんですけど、まあ、信頼と実績ありますからね。素直に聞いちゃったのかなとは思うんですけど、カツ丼がいいと思います。カツ丼しっかり食べて、はい、試してみたいなと思いました。ちょっとボリュームアップしたい。岩手県の名物全部食うみたいなロケが10年ぐらい前にあったんですよ。で最後の最後がわんこそばやったんですけど、
さすがにもう壊れへんなという状態で123倍までいきましたね。123倍ちょっとあんまイメージできないです。ベストコンディションで行ってみたいですね。だから確かにベストコンディションで200いけんちゃうかなと思うんですけど、最近あのお香を炊くのにハマっていて、アロマ、うん、でそれで本当いろんな種類のお香が家にありすぎて収まりきらない、収納に収まりきらないくらい。そんなでっかいもんちゃうけど、レンタルスペース借りるぐらいの。レンタルスペース借りるぐらいの。え、はい、嘘ですね。それぐらい。何種類ぐらい。でも本当100、あ、それちょっと持ったんですけど。100で持ったんって盛るの、はい、780。まあ50ぐらいは。50、はい、多分これぐらいのスペースで済みそうです、ね。まあ、そう、割とこんなくらいに収まるんですけど。まあでも50はすごいな、はいはい、どん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 集まってきてるんで。よく100言いましたね。もう最近はあのサバイバルでゾンビ殺しまして、うん、おそらく今日本の血のりのを僕が一番消費してると思います。確かに、はい、なるほど、アクションが多くて、うん、注射器でこうって目の前からこうビュッてかけられるんですよ。そんなふうにやられるんだ。毎回血だらけなんですけど、撮影で。おそらく僕が今一番消費してるんじゃないかなと思います。新たな出会いというか古い出会いはありましたね。コミックシーンまでいろいろ探してみたら、最近も単行本で入手するのが難しい昔の作品があって、それ結構今ダウンロードしていってるんですよ。はい、本だと手に入らないけど。そう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 、うん、これは本当にねラッキーでした。確かに眠らせていたレコードプレーヤーが家にあって、それを引っ張り出してきたと同時に、なんかレコードを売っているお店があって、そこで、あ、これ欲しかったやつだって思って、うん、あのそのレコードを買って聞くっていう。アナログ版を、はい、めちゃくちゃいい趣味やね。お香を炊いてレコード聞いて。あ、そうですそうです。最高だな。お香を炊いてレコード聞いてお家でチルするっていう。いいですね、はい、かっこいい感じです。かっこいいでしょ、うん、僕はもう趣味がいっぱいあって、あのもうやりたいこと欲しいものたくさんあるので、それに関連したもう新しい出会いばかりです。うん、もう本当出会いだらけ。もう出会いに感謝したい。お、ありがとう。これでかいよ。、うん、以上です。一人でフラッと立ち寄ってみた映画がすごく感動しすぎて、おえつするぐらい泣いたっていう。何を見るか決めてなくて適当にチケット。違う違う、それを見ようと思って行って、あの仕事の終わったタイミングでスライディングで、ね、タイミングがねばった、そう、行ったんですけど、それが良すぎて感動してます。最近登壇したんですね、と6年ぶりぐらいに。うん、そうで、まあ、富士山が見えるところだったんですけど、うん、すっごい快晴で、でなんか初めて見た富士山のなんですか、角度というか、で感動しました普通に。うん、あ、登山いいな。あ、分かる分かる。増えちゃって趣味が。またそのトレッキングの服とかウェアとかまたこう凝り出し始めたの大変。確かに。やばい。大阪のお笑い芸人がみんな出前頼んでたうどん屋さんがあったんですけど、あの経営陣の高齢化で亡くなったんですよ、そのうどん屋さんが。それをね、あの義理の息子さんが復活させたんですよ、うん、それ食べに行って感動しましたね。本当若手の時食べてた味そのままで、大阪であるんですけど、大将の本当おじいさんやったんですけど、娘さんの旦那さんがあれは復活させなダメだって、そのお父さんに付きっきりで修行して復活させて、今めちゃくちゃ行ってるんですよ、大阪行った時に、うん、僕らが出演するコミックシーモアの新 CM が完成いたしました。竹内さんにセリフを言わせない私の食い気味なコメントにご注目ください。また取扱い冊数が100万冊を突破した業界最大級の作品数を誇るコミックシーモアを使って漫画との新たな出会いを楽しんでください。ぜひご覧ください。